こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今日は私が仕事で大切にしていることについてお話しします。まず重視しているのは絶え間ない進歩でしょうか。昨日よりは今日、今日よりは明日という形で自分が提供しているものがより良くなるということに関してはいつも意識していますね。これは、終わりがないっていうことは分かっているんですけれども、今までと現状維持っていうのは自分自身があまり好きではないです。もうカウンセラーを始めて16、17年になりますけれど、未だに進歩は続いています。そして伸びしろっていうのはまだまだあるっていうふうに思っていますので、どこがゴールか分かりませんし、完全っていうことはないんでしょうけれども、より良くなる、より深まるということは確かなので、そのために何ができるかということに関しては毎日考えるようにしています。そしてそれを実験して試してみる、そしてそれが良ければさらに続ける、そこを糸口にさらに改善ではないかということを考えています。そんな形でやっているのが個人カウンセリングだったりセミナーなんですね。その進歩のスピードは順調な時もあれば、もちろん行き詰まる時もあります。行き詰まる時にはその分野に関して信頼のおける他の専門家からもアドバイスを伺うということを含めて、独りよがりにならないよう開いた形で進歩を追求していく、これが仕事で一番大切にしていることです。今回の話は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。